ステップ &A ステップは日本の女性アイドルグループ20の楽曲である。デビューシングルとして2020年12月2日にエピックレコードジャパンよりリリース。デジタルミニアルバムメイクユーハッピーより約5ヶ月ぶりの新曲リリースとなった。前作はプレデビューとして位置づけられていたため、こちらが正式なデビュー作であり、かつ自身初の CD 作品となる。 2020年10月2日午前4時に本シングルの概要及びリリースが発表された。兄弟曲はゆっくりでも一歩ずつ進んでいく自分のペースで大丈夫という2020年の新型コロナウイルス流行の最中一生懸命生きる世界中の人々へエールを送るホットなメッセージソング。フレッシュでキラキラ輝くポップな楽曲、中毒性の高いリズムに ガーリーで躍動感あふれる魅力の弾ける楽曲なども収録。20の新たな一面を楽しめる作品となっている。初回生産限定版、AB、通常版、そしてファンクラブ限定の Wiz 版全9種の合計12、携帯でリリースされた。初回生産限定版 A には DVD、B には 28P 取り下ろし、フォトブックレット、 通常版と w i ズ版には3つ折り貸しブックレットが付属。w i ズ版はソロジャケットピクチャーレーベルの特別仕様となっている。また、全タイプにランダムで、携帯別のトレーディングカード一種、w i ズ版 a の属産携帯にはシリアルナンバー入りチラシが封入されている。11月25日午前0時にメガボルトが解禁された。同日にリードトラック、ステップ A ステップの短極先行配信がスタートした。メガボルト解禁後24時間前に1000万再生を記録し12月3日に3000万再生を突破した。同年12月18日には5000万再生を突破。2021年5月29日には再生回数が1億回に到達した。また、 メガボルト再生回数が1億回を突破した2021年5月29日同日にはダンスパフォーマンス動画が公開された。2020年12月2日に正式デビューを記念して虹色にライトアップされた東京スカイツリー2020年12月1日付のオリコンデイリー CD シングルランキングで推定売り上げ193,584枚を記録し、 初登場1位を獲得。2020年12月14日付のオリコン週間 CD シングルランキングにおいても推定売り上げ31万1774枚を記録し、初登場1位を獲得した。ビルボードジャパンホット100では先行配信時点の2020年12月7日付で4位で、初登場し、ストリーミングは3位、ダウンロードは4位だった。 その後、2週目の12月14日付で1位に上昇し、318,562枚を売り上げセールスでも1位を獲得。ストリーミング、ダウンロードもそれぞれ2位、3位に上昇した。ありがとうございます。